大白、愚中大白。愚中は、中国州王朝の孤行丹父の子で兄弟。高奇美を始祖とすることから、聖は周宗家と同じ姫。紀元前十二世紀、紀元前十一世紀頃の人物。二人とも紀歴の兄、文王の王子にあたる。大白は、長男で、呉の祖とされる人物。大白とも、愚中は次男。仲、陽、呉仲とも。 国王丹父には、長子、大伯、慈子、愚中、伐子、喜歴がいた。喜歴が生まれる際に、様々な随章があり、さらに喜歴のこの章が優れた子であったので、国王丹父は、我が家を起こすのは、まさであろうかと言っていた。父の意を図った大伯と愚中は、喜歴に後を継がせるため、慶番の知恵と自ら出奔した。後になって、周の者が二人を迎えに来たが、 二人は髪を、木全身に入れ墨を掘って、自分たちは中華へ帰るにふさわしくない人物だとして、これを断った。大白は、くくれと合して、国を起こし、刑番の人々は多く、これに従った。この国は、くれとも言われる。大白が死んだとき子がいなかったため、弟の愚中が後を継いだ。武王は、愚中の早村、修章を改めてくれに封じ、その弟、 愚中を北方の恐れに封じた。これにより、大白、愚中は、呉と恐れの二カ国の祖となった。式では、聖火の第一に、五大白聖火を挙げているが、これは、周の調子の末裔である呉に敬意を表したもので、あろう。論語大白編では、喜歴に地位を譲ったことについて孔子が、大白はそれ、取得と,と言うべきなりと評価している。 紙を短く切るのは海の中で邪魔にならないための承知であり、入れ墨をするのは模様をつけることで魚に対する威嚇となる。この二つの風習は呉地方の素潜りをして魚を取る民族に見られるという。歴代中国の史書で和に関する記述にも同じような風習を行っていることが記されている。中国では早くから日本は大白の末裔だとする説があり、 例えば、関縁巻三十にある、儀略一文や、新序東遺伝、領書東遺伝などには、和について、自衛大白の跡とある。これらは極めて簡潔な記事であるが、より詳しい記述が、南宋の津元前編、李氏朝鮮の怪盗諸国記や、日東総遊華等にある。日本では、南北朝時代の前奏中岩円月が日本を、 大白の末裔だと論じたと言われている。一方で、北畑畠近草の人能政党記、王神天皇城は、伊腸の一書に、日本博れの大白がおなりとうんとあるのを批判しており、室町時代の一条金吉も、日本初期三書巻一で、大白末裔説を批判している。イエズス会宣教師、ジョアン・ロドリゲスの日本教会史は、神武天皇は、 大白の二番目の弟である紀歴の第六代の子孫であるとしている。江戸時代に入ってからは、儒学者の林羅山が、神武天皇論で神武天皇の大白末栄説を肯定した。なお、林羅山が豊富氏の編纂した本庁津岸に、日本の子孫が大白の末栄である、という記述があるのを見て憤慨した徳川光国が、 大日本史を編纂させた、とする伝説があるが、これは事実ではない。四季、衆本にでは、弟が愚中とあるが、暮れ聖火では、仲ようとあり、五越春十五大白伝では一名暮れ中とある。新女巻九十七四殿和人、神医大白の後、両所巻五十四所殿山と、和社、自運大白の後、俗民が入れずに、星野千九百八十、P 四。 星野1980、ピアニッシモ1から5、星野1980、ピアニッシモ5から6、星野1980、ピアニッシモ12から15、星野1980、ピアニッシモ1から18、美藤正秀、元読時代小学館、日本の歴史第19巻、1975年8月10日、189から194ページ。 ISBN4 から0九から62万1019から6ありがとうございます。